ピアノ・ソナタ映派単調遺作作品80は、ビオトル・チャイコフスキーが1865年に作曲したピアノ・ソナタ。本作を作曲当時のチャイコフスキーは、サンクト・ペテルブルク音楽院在学中であり、その最終学年であった。作曲者の生前には世に出されることなく未発表のまま残されていたが、1900年にユルゲンソンにより出版されて遺作として、 作品番号80を与えられた。作曲時期は作品1よりも以前であるが、作品番号が大きな数字であるのはこのためである。このピアノソナタがこれまでに大きな注目を集めたことはなく、曲の出来具合に見合わない低い評価を与えられることも少なくない。本作にはロベルト・シューマンの影響が色濃く現れている。チャイコフスキーは 本作の第三楽章を移調した上でオーケストレーションを施し、公共曲第一番と単調作品13の第三楽章に転用した。約27から28分。そなた形式。加工音恵に続いて和音を繰り返す、フレイ一の第一主題に開始する。フレイ一後のオペラ、エフゲニー・オネーギを思わせるような推移を経て、補聴調の第二主題が提示される。 この主題は特に、シューマンを強く想起させる性格を有する。フレーに第二主題が反復されて歌われると、新しい素材を用いたコデッタで、提示部を終えて、展開部へと続く。展開部前半は、主に第二主題、後半は、第一主題を扱い、技巧的な見せ場を置いて静まると再現部となる。英派単調でそうされる、第一主題に対して、第二主題は、 エンハーモニックの関係にある変異蝶々での再現となる。左右の手の役割を入れ替えるなどしながら、第二主題の再現を終えると、A ハ短調へ回帰し、第一主題に基づくコーダの最後には暗断定と、速度を落として静かな集結となる。フレーサンの素朴な主題により開始する。フレーサンプレストの動きがに小節挿入されてから、主題を繰り返す。 次にマズルカ風のリズムによるエピソードが現れる。その不展のリズムが伴奏音形へと変貌を遂げ、中西部にてフレイ3を再現する。マズルカ風エピソードを堂々と奏した後、フレイ3が繊細な伴奏と共に歌われてそのまま、楽勝を終わりへと導く。冒頭よりせわしない印象を与えるフレイ4が提示される。この主題は、 本作の翌年に書かれた公共曲第一番において半音低く異調された上でやはり第三楽章スケルツォとして用いられている。チャイコフスキーの還元学的なピアノ処方が注目される。フレイヨントリオは公共曲には用いられなかった。表情豊かに異調調の旋律が奏される。フレイ語自由に16部音符が駆け回る簡潔な中間部を経て、 フレイ語が再びそうされ、フレイ4のリズムを用いた導入からスケルツオブへと戻っていく。終わりにフレイ語の階層が置かれ、さらにプレストでクレッシェンドしながら、スケルツオ主題の決備が急速に駆け上がる。直ちにアダージョとなって準備が行われ、そのままアタッカで修学賞へと接続される。そなた形式。まず劇的な第一主題が提示される。 ここでも、シューマンの影響は明らかで、若垣ゆえのぎこちなさと、存在さが同居している。フレー6第2主題は、広いポジションの和音からなる。ここには、後年のチャイコフスキーに通じる要素が多数見出される。フレー7展開部では、両方の主題が力強く展開される。前半は8分音符が急速に動き回り、後半は対方的に、 半音階で動く音が重ねられてゆく。突然のフォルテで再現部となり、両主題を順次再現する。コーダも二つの主題に基づいており、最後は変に蝶々となって輝かしく全曲を締めくくる。ありがとうございます。